そうですね。だから、ちょっと進めてましたね。さすがに80からね、きつくなりすぎて、ちょっと80からきついから、レベル2ずつにしましたね。80まではね、レベル3つずつ上げてました。一応、やっと上がりましたね。緊急クエで上げられることを最近知りましたね。知りましたわ。昨日、防具にスキルを追加しました。ちょっと笛と片手だけ、足、ちょっとだけ。スキルじゃねえや、あれだ。スキルが入れられる、あれを、プロット。拡張しましたね。それ用なんだ。昨日知りました。スロットとか拡張できるんだってこと。まあ1だけどスロットとか入れて、とりあえず明日もあれに備えて。今の現状でも、なんとか対応できるとは思うけど、一応より確実に。方向にだよ。猫バッティングがあるよね。で、本当はね、遠距離の武器もちょっと仕上げたいんです。遠距離ばっかりじゃなくて、遠距離も早く仕上げなきゃなと思ってるけど、あれの研究クエばっかりやってたから、その素材はやたら余ってんのに。やたらだだ余ってんのに。これが。研究じゃない方、何のためにやるのかと思ってたら、なんか、あれがあるんですね。武器だったか、ボムだったかの。だから、どっちも使うんですね。はい、の、二つのやつは。したいのね。2つはね、普通に回せるからね。ここから勝負だからね、大体。で、最後ね、外れきないんだ。音がない。あと音聞かねえな。押し込まれ事故する。ライブが終わってからいいな。どうなんだろう。早く終わってる。さらな本番だからね。まあ、3個回せたらいいよね。
多いね。おいおい、コントローラー。あ、もう耳。強引に行く方法は分かったから。ここで直すの？やばいと思うよ。ノートンネルの人だからいいんだけどさ。二人とも。なんとか他の3人を信じて自分がここの1台回したいよね。他の3人が1台回してくれるとし。疲れやがった、疲れやがったよ、疲れやがった、やばいぞ。あー、でも発電機が回ったからよかったか。決まってんだろって言ってでもいい。こんなとこでライトつけてんじゃねえよ、まず。ちょっと移動させんだよ、まず。たまたまこの人、使わない人だからいいけど。どこで回してたっけ？よくねえな。あったっけ？そうな。あ、ゴーの入り。違う方の入り口でもどこがあるとしたりしか左に、あ、どこどこ、あ、いたいた、はい、どうしようどうしよう、これかあれだからね、あんまり一つは分かってんだけど、もう二つを早く分かって。
あと、バイカもね。これやんなきゃいけないのがいい。レベル2でも辛い。時間かかってる。やばいね。あと、ここはわかるんだ。あと、3つがわかんねえんだよな。いやー、なんでこんなにわかんねえんだろとりあえず、やばいかも。はい、一旦隠して。こんなに外れ。あった、あったもあったも。あ、いやー、終わったわ。ひたすら発電機。回復したかったけどね。まあ、待ってますよ。回復したかったけどな、まあ、どれって聞きたいの、普通にやってた人だからね。ああ、別に、言うこともないし。待ってだけだ。待ってもらうしかない。悩みとの一応オフだからね。ただね、今は別に普通に、あのね、別にキャ、そんな露骨なキャンプもやってないからね、心からね、ちゃんとね、あのね、負けたら負けたで認められるからね、その点ではね、まあ、完全にね、発電機の位置に来てんだよね。あれ、ロッカー開けて、
ってんだろうかね。この2箇所マークしてんだろうかね。他のメンバーがなんとか対処するしかないんだよ。他のメンバーがね、この間に発電機探せれば最高。ああ、頑張ってるね。絆あると、まあ、あれが上手な人たちはね、なんだっけあれ、デッドハードが上手だと時間がこう作れるからね。その間に、発電機どうなってんだろう、見るか。お、もう少しだな。無駄ではなかったみたい。この人は発電機回さないとダメよ。漏れるよりもこの人は発電機回してから救助。木村ゆいの変わった格好の人。やばいね。うん。木村ゆいの変わった格好の人は。やばい。キャンプしてたみたいだな。もう。とりあえず、まあ。うん、それでいいと思うわ。キャンプしてる可能性がある。キャンプ傾向がある。来たら、モレルに全て託すしかねえ。モレルに託す。うん、なんかいそうだね。この辺に。心音が。うん、大丈夫だね。大丈夫だ。あげられる。あ、やばいかもしんないけど、大丈夫かな。よし。ああ、まず最低限の任務としては、まず安全圏に行ったな。あ、ただ暗闇だから全体的に聞こえてるだけか。多分ね、キャンプしてると思うんだよね。しょうがないよね。この場面。最後のキャンプ攻撃を。見たの人。エイトの引き継ぎっていうか、同じキャラでやるんだったら引き継ぎいらねえが。カンペで見たら。まあ、やってみよう。消してみよう、一旦。で、あれだったらもう一回やり直せばいいんだから。いやいや、いいですよ。安全策取ることも大事なんで。うん。まず出ることが大事だと思うんで、問題ないですよ、まず。珍しくなんかノーキャンプの、ストレッチだったな。